既存のモールドをね削ってしまいたいと思います。こっから作る方法もあるかと思うんですけど、まあバックルをね作りましたんで、ここを削り取ってしまいたいと思います。服のシワがありますんで、あまり服のシワをね削ってしまわないようにちょっとやりたいですね。丁寧に深くやろうとすると怪我しやすいので、そーっとそーっとやりたいと思います。こういうとこやりたいときはいきなり掘るよりも軽く筋を入れて、で溝を作っといてからこっち側から刺して、またスーッとやってやったらうまくいくはず。いいよ。でカリカリってやればきれいに取れるはずですけど、どうでしょうか。よいしょ。デザインナイフだけだとどうしてもね、キレが傷がいっぱいつきますんで、こういう彫刻刀的なものでもう少し ガスマスクをここにこう、まあこの辺にねこうくっつけるんですけども、ここの下、ここですね、この下の部分のねもうちょっと削り込んでおきたいと思います。今のままだとちょっとまだ浮いてるような状況なので、ちょっと削ります。これが引っ掛け具なので、こっからこう伸びるんですね。そこをまた削っておかないといけないので、この筋ですね。